平安きってのプレイボーイだった在原の成平。当時貴族の間では恋愛はおしゃれな遊び、文化として花開いていたんだ。でもそんな成平には真逆なタイプの兄がいた。ひろこ。何でしょう、雪平様。疲れただろう。あとは他の者たちに任せて少し休みなさい。そうもいきませんわ。皆様、あなたの稲葉の神へのご昇進を祝ってくださっているんですもの。そうか、すまないが私は少し出かけてくる。あら、どちらへ？成平のところだ。年の初めから伏せっているらしい。見舞いだよ。お優しい建前ですこと、うん、お説教なさりにいらっしゃるのですね。おや、バレたか。先ほど木の有恒様がご挨拶にいらしていましたもの。近頃は顔を合わせるたびにあんな薄情な男に娘をくれてやるんじゃなかったと、そればかりだ。そういうお話を聞くと自分の男運の良さをかみしめてしまいますわ。うん、私たちが円満なのはお互いの努力があるからじゃないか。弟夫婦はそれが足りない。でもやはり互いに努力できるほど思いやれる相手と出会えた私は運が良いのです。遠く稲葉へ旅立ってしまう夫であっても。ええ、昇進の早い誠実の夫をもって幸せよ。夫の単身赴任を嘆きもしないか。物分かりが良すぎて時々不安になる。無理をさせてはいないかと。しかし今は成平だ。年の離れた母違いの弟。息災か、幸平。はい、父上。その子は？お前の弟の成平だ。兄上に会ってみたいと聞かなくてな。こんにちは、お兄様。こんにちは。お庭で蹴鞠でもするかい？いえ、お兄様のお部屋を見たいです。部屋？僕は自分の部屋は持ってないよ。どうして？いや、そんな広い家でもないし、家族と同室さ。そっか、やっぱ母親の身分が低いと冴えないんですね。僕の家に生まれればよかったのに。思えば出会いからして最悪だった。さて、どうしたものか。成平。はいはい、兄上。ごきげんよう。病に伏せっていると聞いていたが、随分元気そうじゃないか。いえ、病気ですとも。心の病気です。ほう。官位に恵まれない我が身が嘆かわしく。心にもないことを。君、出世に興味ないだろ？ありますよ、人並みに。ただ私には仕事にも勝る大事な用事があるのです。なんだそれは。そんなことより兄上、今年の樹木で稲葉の神にご昇進と聞きましたが。ああ、それはおめでとうございます。稲葉には姉上もご一緒に？いや、あれには今日で家を守ってもらう。それはかわいそうに。姉上のことは私がしっかりお慰めしますゆえご安心を。人の妻の心配をするくらいなら自分の細工を大切にしなさい。よいか、船は帰るべき港があるから旅ができるんだ。君はさながらナンパ船だ。もっと夫婦としての努力を。兄上。幸せの形は人それぞれ。兄上にとっての幸せは私の幸せではないし、逆もまたしかり。自分の生き方を押し付けないでいただきたい。